これ。10秒前9876秒前4321。FM ギノワン、FM コザをお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。6月20日月曜日、時刻は午後4時を回りました。キャプテンにマカ長兄のお時間です。はい、本日もですね、FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りします。56分までどうぞお付き合いください。お願いします。はい、この時間のお相手は、やらあゆみと。あなたのハートをキャッチしますよ、キャプテンでございます。ディレクターの D です。そしてですね、今日もですね、はい、福岡から素敵なゲストを来ております。素敵ですね、菅義恵さんです。はい、よろしくお願いします。はい、また今月も参りました。ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この4人でお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。またですね、火曜日、明日ですね、午後2時からこの放送、録音放送で FM コザでも放送しておりますので、どうぞそちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、さて、はい、皆さん梅雨明けましたね。先週の木曜日にね。そうですね、暑いです ね、 ね、もう夏本番というところですけれども、はい、皆さんいかがですか。梅雨明けてテンション上がりました。いや、もう上がりすぎて声出しすぎて今日喉の調子おかしいんで、皆さんお願いします、よろしく。ね、キャプテンいつもとなんか喉というか声が違うなっていうかちょっと渋い声ハスキーボイスになっておりますけれども、はい、梅雨でね、テンション下がるって言っていた D はもうウキウキじゃないですか。もうこれから、そうですね、ちょうど水曜日、梅雨明ける前日がものすごい、はい、ひどかったので、そうですね、ね、それの翌日こう綺麗にカラッと晴れたので、気分も晴れ晴れとして。あれ、なんか今日のコメントなんかはっきりしてますね。いやいや、なんか普通ですみたいな適当な回答。梅雨だったんで。あ、そうですか。はい、素晴らしいですね。今日ちょっと調子狂いましたけどね。すごいね、はい、もう晴れてテンションも上がっているという D ですけれども、ね、はい、いいね、はい、本日はですね、はい、午後4時30分頃からゲストの方をお迎えします。はい、素敵な、はい、はい、今日はオートバックス店長の奥浜雅彦さんもお越しいただきますので、はい、そちらもどうぞ皆さんお楽しみに。お願いいたします。ね、オートバックスの方にぜひ聞いてみたいこととか皆さんいろいろね、はい、あると思いますの で、 そうです、ね、どうぞそちらもですねメッセージを寄せいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、先週ですね、この時間、はい、イチロー選手の話題をお伝えしましたけども、はい、ついに世界記録更新しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでございます。はい、いや、さすが僕の同級生。そこは別に、そうでしたよね。年齢が一緒や。そかそか年齢が一緒ということでね、彼は素晴らしい、うん、ピート・ローズ氏の記録をさらに更新して、ね、あれね、アメリカでね、うん、やっぱりちょっとあまり認めたくないような、はい、いろいろね賛否両論ありますけれども、ね、あれね、イチローが最後コメント言ってましたけどね、はい、日本で4000本を打つ方の方が難しいと言われてたんですね。これ分かるんですよ。もちろん日本っていうのはマスコミがすごい、うん、報道が過熱しますから、はい、メジャーリーグはね、比較的マスコミと距離をちゃんと球団側がしっかり置いてくれるんですよ。うん、だから、まあ、野球に、打ち込みやすいということと、あと日本のピッチャーの方が変化球が主体になるので打ちづらいんですよ。実際メジャーでバリバリの選手がこっち来てもなかなか打てないでしょ。あれでね、もう物語ってるようにね、日本の投手っていうのはやはりコントロールがいいので、やっぱり長打を打たれにくいですし、まあ変化球も配球もコンビネーションもいいので、はっきり言ってイチローがこっちでほんな4000本安打を実際にね、日本にずっと追って打てたかというと、僕はちょっと疑問が残るんですよ。で、実際に彼がメジャーに行ってからの方が安打数が多いんですよ、平均安打数が。ってなると、まあ、メジャーが上か日本の野球が下かっていうことではなくて、まあ、野球の体質が違うんですよ、やり方が。ピッチャーの配球術もそうですし、確かに向こうですごいピッチャー、すごいピッチャーいるんですよ。170キロ掘るピッチャーもおればね、ナックルボールを掘ってこうもう見えない、どこに行くかわからないナックルボールを掘るピッチャーとか、いろんなすごい方もいらっしゃるんですけど、トータル的に見て、どっちが上か下かは分かりません。で、韓国プロ野球も日本とほとんどもう差はないです。それはもう WBC のね、ベースボールクラシックでね、そうですね、対戦成績も、はい、
日本と五分ですし、やはりその世界的にもね、今はもうどっちが上とか下とかいうのはなくて、やはりまあ、生涯ね、野球選手として、打った本数が、まあ、4256でしたね、うん、それが、まあ、認めていいのじゃないかなと僕は思うんでね、はい。まあ、ピート・ローズさんもちょっと大人げないですね、そうですよね、はい、もうちょっとあれで株下げましたよね、ちょっとね、ただね、彼のすごいところはね、左バッターで3000本打ってるんですよ、で、スイッチヒッターなんですよ、右バッター、右打席でも1000本打ってるんで、だから、まあ、素晴らしい選手だよ。あるんですけど、同じね在籍年数でだいたい58試合ぐらいね、イチローの方が早いんですよね、はい、安打のね到達したあれ記録がね、だからまあ僕はもう素直におめでとうと、うん、そうですね、まあ、あと24本かなんかでね、はい、また大リーグでは29人しか達成していない3000本安打を、の記録がかかってますから、そちらのは多分祝うんじゃないでしょうかね、うん、アメリカとしてもね、はい、なんかもう本当にあの会見見てもね、はい、なんか日本人の誇りというかもスターというかね、いやもう僕は同級生として誇りが、ね、もうこう鼻が高いというかね、うん、僕は頑張ってほしいと、うん、僕はイチローとともにあなた一緒の誕生日ですけど、一郎と。そうなんですよ。そうなんですよ。全く一緒。何の関わり合いもないのに。そうそう。ちょっと勝手に親近感をね、湧いているっていうことなんですが、まあ、これからもね、一郎選手、本当に応援していきたいなと思います、はい。はい、お願いします。はい、今日のテーマはということで、〇〇には自信があります。お、うん、今日のテーマは〇〇には自信があります、そしてまた〇〇頑張ってましたなど、うん、はい、ありましたら皆さんにもどうぞね、うん、メッセージお待ちしております。はい、アドレスは797@fmginowan.com、うん、797@fmginowan.com です、うん、また FM 講座をお聞きの皆さんはこちらのアドレスです、 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp までどうぞお寄せください。どうですか、〇〇には自信があります。僕ですか、はい、僕自信が意外とないんですけど、まあ、やっぱり野球のことには自信があるんじゃないですか、はい、僕はまあ38歳まで、まあ、4年前までちゃんと草野球で、それも大阪の A 級、あの草野球って A 級、B 級、C 級、D 級ってあるんですけど、あの一番上のリーグで大阪で準優勝してたチーム、僕はクリーンナップも38歳にして打っておりましたし、まあまあ、野球のことに関しては、うん、まあ、自信があるんでしょうかね、まあ、これはお決まりの感じですから、まあ、僕は皆さんの聞きたいんですけど、よしえちゃんの方は、私はね、はい、頑張ってたというか自信があることなんですけど、はい、私寝つきの良さにはめちゃめちゃ自信があるんですよ。でもそれは私もそうですもう ねめちゃめちゃ私すぐ寝れるんですよ。人と話してても、どんなに真剣な話をしてても、うんうんって分かるよ分かるよとかってめっちゃ聞いてるんですけど、スコーンって寝ますからね本当に話の途中でですか。そう、うん、で途中であ寝とったと思ったら、もうあたかも今までの話をねまだ聞いてる感じでそうやねとかって分かる分かるとか言って、その辺の話の合わせ方は、ね、合ってる合ってないは別としてすごく得意ですね。なるほどね。でも私もそれ自信でも私も寝つきの良さには自信があって、どこでも寝られますし、あと車の中のロケの時とかも寝たりとか、あと仕事で、まあ、カメラ回ってなかったんですけど、うん、取材して、うん、実際にリサーチというかインタビューしてる時の途中で寝たりしてたってことありましたね。あのさ俺いつも言うんだけど2人同級生でしょ、はい、同じ、ね、司会業やった、そうそう、まあ、あゆみちゃんアナウンサーですけど、うん、なんかよう似てるとこありますよね、うん、共通点っていうかね、なんかカラオケ行っても同じ歌ばっかりなんかかぶって結局喧嘩せんように2人で一緒に歌ってたりとかするでしょ、ね、うん、なんかね、なんかやっぱりね、分かるものが、ね、引き寄せるものがあるんですよ、ね、なんか激しく嫉妬するないやいやいや嫉妬しないでいただいて、さあ D D は、はい、トリアで、はい、ここで面白いこと言えんかったら、でもこれもう趣味と同じになるかもしれないですけど、僕はもうこういうの聞かれた時すぐ台湾って答えてます。ああ、そうかそうか、出た、出ました、自分の番組の番宣か、いやいやいや趣味台湾、特技台湾ですから、本当にこの後ね、いつも晩10時からね、はい、台湾情報バラエティを、はい、グダグダとやられてもらいますが、まあまあ、ゆるくやってます、はい、ゆるくグダグダと。特に台湾の何に自信があるんですか。
基本何来られても喋れるような対応をしてるんですよ。例えば政治の話してもできますし、経済の話してもできますし、エンタメとか文化でもできるんで。すごいですね。じゃあもう毎回毎回その台湾についてアップデートしてるっていうことなんですね。そうですね、はい、最近のニュースとか、だから基本的にどんな台湾の人が来ても話できるようにはなってます。すごい。今、はい、台湾で流行ってるのは何なんですか？流行ってるっていうのは何でですか？なんか特に自分自身が今ちょっと台湾のホットなね、なんか話題とか、はもう僕の番組を聞いたら分かります。いやらしい、いやらしいわ自分。一瞬思いつかなかったっていうのもあるんですけど、まあ番組でいろいろ言ってるので、なんか、はい、うちの番組をそれぐらい一生懸命やってもらえませんかね。大丈夫です。やってますよ。台湾のことを話す D だけは、なんか男前でしょ。そう、なんかカルメンのようにね、情熱的にこう、こう、か、こういう感じ、こういう感じになる。こうって言ったら飽きませんけど、ラジオでまた、あれですけど。なるほどね。はい、あのね、うん、そうなんだ。そうなんです。そうなんですよ。もうあゆみちゃんにそのこそういう感じで言われる時って、はい、あれやからな、あんまり言い方じゃないから。でも本当気になるところでね、じゃあそれもねお聞きいただきたいと思いますね。まあでも私も台湾大好きなので、D の話を聞くとよく台湾に行きたくなるなと思うんですけど。まあ台湾人の人って沖縄の人にちょっと感じ似てるしね。ね、顔の感じとか似てるでしょ。似てます、はい、似てますし、接しやすいですよね、親日だしね。あ、まあそうやね、あそこはそうやね。台湾のプロ野球も結構ね、日本の方から辞めた選手とかがですね、渡っていろいろ監督兼とかコーチ兼で、ね、はい、渡辺監督なんかそうでしたよね、確かね、台湾プロ野球かなんかでしたっけ。中日でしたっけ。あ、中日か。ああ、あんど渡辺さん、あのいや西武の どうしました？西武だ、西武の渡辺久信ちゃうの？あの渡辺さんですか？そうやろ？が今台湾、いや今じゃなくて前やん。リーグで？うん、なんか台湾のところで投げてたでしょ？渡辺さん投げてコーチかなんかやってあれしてたでしょ？でも私はもう西武の監督ってイメージしか。ああ、その西武の前に投げてたと思うよ、はい、確か台湾。うん、あ韓国かな。あれ、いや俺定かではない、定かではないですね。はい、最近だと楊大観さんとか。あ、楊大観、本当にチャームで活躍されて、楊大観かっこええな、あれ、はい、なあ守備もいいしな、はい、うん、あの台湾人イケメンの方多いですよね。なんや俺に対する挑戦力。俺の顔見て言うか。いやいや、そういう意図はないと思うんですけど。そうやな、うん、ごめん、今ちょっと自分が俳優さんとかもね、そうですよね、そうやな、かっこいい、かっこいい。まるまるには自信がありますっていうことなんですが、うんうん、雑誌購入数に自信があります。いや、どうしました？今日は他のメンバーどうしました？どんな雑誌を買いますか？毎月ね、ファッション誌だけでも5冊は買ってるって、あれだね、結構服とかもこだわってるよね。俺一緒の服見たことないもん、今まで。本当ですか？いやいやいや、そんなあれでもないんですが、なんかね、刺激を受けるというか、ああ見て楽しいんですよね。ウィンドウショッピングやってる感じもあるし、そう、その他はなんかこだわってるんだ、ファッション誌の他は。ファッション誌とか、あと書籍とかもそうなんですけど。書籍、どんな書籍ですか？本とか。いや、そりゃ本でしょ。おい、ボケてんのか。書籍は本だろうが。でも大体買うのは文庫本とかだったりする。じゃあ文庫本、その内容を聞いてるんじゃないか。小説ね、小説、うんうん、そういうなんか乙女チックな小説なの？でも幅広いですね、あ、まあ、いろいろとサスペンスみたいなのも。あ、ミステリー小説はあまり読まないですけど。あ、読まない。恋愛もの、恋愛小説。別に ミステリー小説やったら名探偵コナン見とったらええんちゃうの？漫画で。あ、ちゃうの？いや、またね、あのテレビで見るのと本で読むのはね違うんですよ。名探偵コナンが。いや、名探偵コナンはどういうの？そうなの、ちゃうの？そうサスペンスとかね、こう顔がほら自分で想像するじゃないですか、だから私実写版とかは絶対基本見たくない派です。あ、そうですか、本で読んでそれで満足して自分の中でこの人こういう人って声はこんな感じで、はいね、ずれてる場合あるよね。そう、確かに分かる、ね、私も結構、本読んで、映画化されたものとかに関しては、でもやっぱ気になりますね、自分自身のこの描いていたこの人物みたいな像が。でも最近見た植物図鑑に関しては結構合ってたりはしましたね、ガンちゃんの。そうそう、ガンちゃんの。最近のやつは合ってるんじゃない？僕いつもアニメの実写版って全部がっかりするんだけど、声にしたもそうに、シティーハンターってエンジェルハート、
あれはね、なかなかね、あの上原、え、じゃあ何やったっけ、男の人おったやろ、なんか忘れたやろ、うん、まあ、そ、あの人や、そのあの人の時は俺やっぱりサイバリョウになんか感じに似てたし、声も、うん、かっこよかったし、ね、うん、なかなか良かったんじゃないかな。でも香り役はどうでした？あ、まあまあまあ、あ、まあ、ね、一応サイバリョウがね、うん、まあ一応主役ですから、そうですよね、まあ、まあ、いろいろあるけど、まあでもあれはちょっとずれてましたね、うん、香り役、あれはちょっとなんかありますね、うん、お金やなんかいろんなことがディレクターとネタとかそんな大人の事情があったりがあるということだね。そういう言い方はね、大人の事情、そうやな、俺生々しくいつも言うやろ、生々しく言うからな俺いつもな、次々また大人の事情って、大人の事情で、大人の事情って言っていただいてしたらいい。だから ね、もう毎月もう5冊とか買ってるので、溜まって溜まってしょうがないですね。あ、すぐ捨てたらいいじゃない。ちり紙交換やってないのここら辺。ちり紙だ、あ、なんちゅうのあれ、あの石焼き餅は何やったか、何やった、何やった、ちり紙交換でございます。あるやろ、ここら辺走らへんの。そうなんですけども、ね、すぐで、ね、捨てるのもあれなので、うん、あ、取っときたい、取っといて、はい、私も並行して読むんですよ本って。はわかります。積んどくしちゃいます。今なんか悪意を感じてます。吉江さんはどういう本が好きですか？私はですね、結構あのファッション誌とかもそうなんですけど、あのビジネス書とか読んだりとか、ハウツー本とか結構好きですか？結構好きですね。はい。なるほど。とかあと漫画も好き。漫画もすごい読みます。あのスラムダンクとかはもうずっと好きなんですけど、最近あの私基本的にあの女の人が読む漫画ってあんまり読まなくて、男の人のが好きなんですよ。ちょっと男っぽいよね、考え方がね。そうなんですよ。だからあの基本なんかそういうのが好きで、最近あのテラフォーマーズとか、ね、あのゴキブリのやつね、ジョージ、そうそうジョージあのどうしたん、ジョージ、え、ジョージ、高橋ジョージ、あのゴキブリが違いますよ、ジョージ違いですね、ジョージ違いそうそうそう、いろいろね、そういうなんかこう漫画があって、ゴキブリをに逆に人間が退治されるみたいな漫画があって、うん、それがテラフォーマー、それもね、それ実写化されてる、実写版になって、ね、そうそう、伊藤英明さんとかが、あ、それはすごくイケメンですな、そう、それがね、あの海猿の、そう、海猿のね、うんうんうん、伊藤英明さんになったりとかして、好きでした。そんな告白されても困るんですけど違います、キャプテンに告白したわけじゃないんですけどね、好きでしたって言われたから、うん、まさか伊藤英明が好きでした。あ、そうですか、うん、でした。そうですか、はい、じゃあね、皆さんにね、まるまる自信がありますと聞いたところでですね、うん、単なる自慢話ばっかりだったけどなそれでいいじゃないですか、まあ、いいわね、特技、うん、だったりとかもしますからね、うん、皆さんの、はい、はい、じゃあ1曲目参りましょうか、うん、はい、キャプテンのリクエストなんですが、はい、すいません、松本英子さんでスコールということで、うん、なぜこの曲を、あのですね、はい、僕福山雅治さんのスコールとかよくカラオケで歌ったりとかしたんですけど、はい、あの知らなかったんですよ僕、逆やったんですよ、先にこれ出て、ま、福山のが出たでしょ、うん、それが僕福山のが先で、で後で女の人が歌ってんの知らんくて、そうなん、ドラマかなんかの歌やったんですね、そうそう、先には松本英子さんですね、ある時にちょっと聞いたらね、うんうん、ちょっとすごく良かったので、そうそう、リクエストしました、うん、かけていただいてもいいですか、はい、今日は間違えんといてね、なんか昨日この間みたいに元カレ今カレとかそういうの大丈夫大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はいはい、ではお願いします、はい、オープニングナンバーは松本英子さんでスコールです。うん、いいな、合ってる確認確認これで間違えてたらこの表示の間違いです、そうです、一瞬ヒヤヒヤする俺ヒヤヒヤするわ、この間の件があるから僕も、うん、私はこっちの方が先ですね、うん、ああ、そうなん、そう、私もこっちから入って、うん、もうオートバックさんのあれしますか、うん、ね、この後もしますかね、しましょうかね、いいわけで、うん、そうですね、お願いします、なあ、店長この歌いいよね、うん、めっちゃいいですよね、でも女の人の方がいいよね、うん、うん、いいですね、うん、いいですよ、これは女の人です、あ、上下ですよね、僕は画面から切れる形になるんですね、
僕は画面から切れてる感じ。こっちに切れも揃ってます。あ、そう。いや、切れてもいいんだよ。それをこう、ツイキャスちょっと切れてる。これ切れてだったらずっと番組も来てるし、うん、いなんだよ、うん、ええ歌な、自分でセレクトしてるな、いい歌ですいいですね、うん、やっぱ歌詞が女性的なので、うん、ないいな、やっぱり女性が歌ってる方がいいかもしれない、うん、いいよな、男の人ちょっとな、違うな、うん、ほら、あっち行こうかあ、でもそしたら映るの面白いんじゃん、面白い、ここで一緒に喋る、うん、喋る、うん、あ、こっちです、こっちです、このマイク当てるかを用意します、あ、俺そっち行く、大丈夫です、うん、マイクに当たらないよ、うん、そういうか、目がまだ来てないんですか、目がまだ来てないんですか、あと1分読みに行きます、ね、あと1分読みに行きます、一緒に行きます、じゃあ椅子、椅子も来る、はい、俺ここに書いていい、あ、いいです、なんか おもろいこと書いていい、ね、俺は今日ビールやな、あ、これやばいんじゃん、これそうやん、あ、ドライブに来られる画面に入りますよ、これでもほとんどいけない、はい、これもマイクだけやってる、引いた方がいいかな、うんうん、例えば入んない、これはマスターして、こっちを、うん、あ、いい感じですね、もうちょっと料理さんだ、見えます、あ、綺麗に入りました、僕たちは入らせて、僕たちのカメラ、あ、これでいいんじゃないですか、CM は聞こえないです、あ、そうなんや、はい、嫌がらせされてる、調整できないです、あ、大丈夫、うん、なんか俺悪いことしたかなんかディレクターみたい、いや、ディレクターですディレクター、あ、そうか、あ、そうかディレクターのディレクター、そうか、ディレクターみたい4、3、2、1、はい、時刻は午後4時23分を回りました。それではですね、今日ゲストが来ております、うん、ゲストの方をお招きしましょう。オートバックスのスタッフの方々です。まずは店長の奥浜正彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、オートバックスさんのね、店長奥浜さんが来ていただきました。え、そしてですね、お隣は私、久保田良次と申します。よっよ、よろしくお願いいたします。よ、新婚
新婚ほやほやでございます、ね、この間ね、はい、あゆみちゃんにお願いして、僕がこの涼次君の結婚式に呼ばれましてね、で司会をあゆみちゃんにしていただいてですね、大変幸せなお二人をね、見てですね、僕たちは燃えたという、ね、もう本当にね、新婚、お二人の熱々ぶりがね、垣間見られて本当にね、良かったですね。そうですよ、はい、今日もいい感じでビシッとね制服を着て決まってますけれども、ね、かっこいいですね、つなぎとね、ねえ、オートバックスの方々が来ていただいたということで、今日は何かお知らせがあったんですね。はい、今月行っている車の、はい、イベントの告知をちょっとしたくて来ました。はい、はい、どういうイベントですか。期間がですね、6月4日から6月31日までで、はい、イベント内容としまして、特別金利を、新車で 1.9%、はい、で中古で 3.9% で、オートバックスのナビゲーションとかホイールとか、うん、カー用品もまとめて一緒に、ローンが組めるというものと、あとはご制約特典としまして、うん、お車のメンテナンスですね、うん、新車3年中古車2年のメンテナンスがサービスになります。もう D 買いなさいよ、あんた車もう。で内容としましては、オイル交換が、2年のメンテナンスに関しては4回、はい、無料でついてるのと、3年は6回、要は半年に1回のオイル交換が無料でついてきます。オイル交換高いですからね、結構ね、オイル交換がそうですね、だいたい1回5000円ぐらいなので、ね、そうですよね、それが半年、はい、半年に1回ぐらい2回ののサービスがついております。でまたそれとは別に女性限定なんですけども、はい、当社規定のドライブレコーダーをプレゼント。おお、あゆみちゃん車買いなさいよ、ね、すごい。特に接触事故の時に、女性の方って何も言えなかったりするので、うん、できればドライブレコーダーをついてれば、証拠になるということで、はい、いいかなと思いまして、当社ちょっとサービスで今回のイベントをつけてます。お、相当お得ですね。そうですね、今月末まで、今月末までですね。あと納車後の特典もあるんですけども、はい、納車後の特典で、復活サポートっていうのがありまして、駐車する時うっかりぶつけてしまったっていうバンパーの傷なんかも、はい、3万円以内は無料で、はい、3ヶ月で、無料ですか、はい、3ヶ月以内の、俺買おうかな、3枚まで無料になってます。あとはカー用品の便利グッズですね、はい、それも1万円相当が納車後にいただけますという形のイベントになっております。いや、すごい、素晴らしい、お得で、あと10日ほどじゃあやってるということで、ね、じゃあ全店舗になりますか。全店舗でやってます。は、素晴らしい。僕手前味噌じゃないけどね、いつも実は僕の行きつけの牧港店 の、はい、スタッフの方々なんですけど、いつも、ね、皆さんね、笑顔でね、明るくて、あと丁寧で、ね、横にいらっしゃるね、涼次君は僕の車何台か、ね、前にあるっていうふうに、言ったんですけど、涼次君が専属の、ピットのスタッフなんですよ、はい、でも本当にね、丁寧につけてくれますしね、で車とかも親切に、故障の対応とかもそうですし、パンクなんかでもですね、即座に対応されててですね、そういう姿を見ててね、僕はいつもこのお店でぜひ、修理とかでもそうです、車検とかもね、やっていただきたいなと思って、僕も車検出しますんでね、今度、どんどんと次々と車検が参って来ますんでね、僕の車は、はい、車たちは、はい、何台お持ちなんですかみたいな、まあそれね、8歳ぐらいあるんですけどね、いや全部ね、すべて僕の趣味でやってるんですけど、まあ本当にね、オートバックスで正直ね、その全国にいろんな、店があるんですけど、やっぱり人それぞれ違うんで、そのお店とかのどういったんですかね、体質というか、そういう何を打ち出してるかっていうのも違いますし、この牧港店は、まあ、この小禄店とかもあるんですよ、茶壇店とかもあるんですけど、はいはいはい、ぜひ牧港店は僕は押してということですごいね、一番の顧客っていうことなんですけれども言い換えなさいよあんたでもなんかこう車って男性で詳しい方とかはね、ちょっとここがおかしいんじゃないかとか、割と自分でこう見たりされる方も多いですけど、私車は好きなんですけど詳しくないんですよ。
で、あのメーターの見方とかもよくわからないし、なんかこれなんでこうエンジンが、私あのスポーツカー好きで乗ってるんですけど、でもあのエンジンがかからないこととかあるんですよ。でエンジンかからんであれっていう時あって、であの詳しい人とかはこの車こうだからとか言ってわかるのかもしれないけど、そういう時にやっぱりすぐなんか電話できてとか、すぐこうね持っていけて相談できてっていう、もう車は本当に止まったりとかね、なんかちょっとした時わからなくて自己判断では怖い時あるじゃないですか。だからそういう時ね、こうやってこう頼りね、うん、お店のスタッフの方がねいらっしゃったらいいですよね。そうです、うん、丁寧に ね教えてくれるしね、うんうんうん、で配線とかもやっぱりその人のね個性が出るんで、うん、あの整、まあ、整備士とかね、あのスタッフの方の、だから僕は本当におすすめですね、うん、はい、しかも特に沖縄はねもう車社会で本当に生活には欠かせないものですけれども、うんうん、今特にこの時期になんか多いお問い合わせだったりとか、うん、なんかあったりします？この時期で一番多いのはやっぱりあのバッテリー上がりと、はい、もう一つが、ラジエーターのオーバーヒート、うん、でそれ以外だとクーラーですね、うん、の件が問い合わせ多いですね、うん、もうどういったことに気をつけた方がいいとかっていうのあったら教えていただきたいんですけれども、ですね、特にクーラーの場合なんですけども、はい、あの冷えないとかって実際あると思うんですけども、うんうんうん、それはあの実際今昼間がとっても暑いので、はい、それで冷えにくいだけであって、で本来は水をかけてね、うん、あのラジエーターに水をかければあの冷えるとかね、そういった応急もできると思いますので、かけていいんですか？はい、ラジエーターの部分でしたら問題ないです。あ、じゃあラジエーターの部分にもう普通に自分自身の飲んでた水をそのままかける、かけるだけでクーラーの冷えがやはり効きやすくなる、はい、ね、あ、違うんですね。さすが、さすが店長、さすが店長あ、勉強になりますね。他に何かあったりします？あとは特にこの時期とかって結構やっぱりこの時期ではないんですけど、はい、よく多いのが女性の方でエンジンがかからないという問い合わせが、そうそう、まさにかからなかった、はい、あの多いんですけど整備せよ。これがあのよく多いのが、バッテリーとかではなくて、オートマチックのパーキングに入っていないで鍵が抜けてしまう、であのエンジンかからないっていうのはよくあった。やったことあるな。じゃあ N に入ってたりとかってことですか？ N ではなくて、急いでちょっとね買い物行くときに止めたつもりがパーキングまで入ってなくて、怖い、ギリギリ入ってなくて鍵は抜けるんですけど、なるほど、帰ってきたらかからないとかって、1がでも1がパーキングの辺にあるのでこれいけるやろうと思ってこうやってするんですけど、こう回してみるんですけど、うんともすんとも言わなくて、はい、そういう時は一旦ニュートラルに入れて、はい、それでエンジンかけてみれば、かかればパーキングに入ってなかったんだなということで、そういう場合は一旦ニュートラルの方にすると、そうです、うん、焦りますよねエンジンかかる。でも焦って皆さんやっぱり結構、うん、すぐ電話しながらやるんですけど、落ち着いてくださいって言って、うん、はい、ニュートラル入れてくださいってその場で対処できるのも中にいっぱい、お医者さんみたいよね、本当にね、すごい、ね、ちなみにあの私海の本当にすぐ近くに住んでて、駐車場も本当に海の近くなんですけども、それってあの塩害の心配とか結構あったりするんですが、やはりそれを防ぐためには特に何をした方がいいとかってありますか？うん、基本沖縄の場合は錆止めっていうものを やるんですけども、うん、ね、コーティングってことですか？いや、あの下の方にアンダーコートとか、ートはい、フリースコートとかいろいろ2万円ぐらいですね、うんうん、2万円からですね、大体、うん、あるんですけど、それをやられてばまだいいと思うんですけど、それ以外だともうあのこまめにちょっとね、あの洗うことがやっぱり一番いいことだと思います。そうなんです。僕のね、この間早く凍ったホイールがね、なんか白カビっていうのがある、白サビっていうのがあるんやってね、白サビ、うん、でコーティングしてるんだけど、はい、やっぱりあのちょっとねあれすると白サビが出てくるらしいんですよ。白サビっていうのはどういう、まあ、要はホイールの周りのところに白くこう映ってくるんですよ、はいはい、でまあちょろっと出てきたりとかして、もうゴシゴシ洗うんですけれども、はい、やっぱりあの錆びやすいらしいですね。ホイールとかもちょっとそうですよ、ね、あのダメになりやすかったりとか、塩害は結構厳しいみたいな。沖縄特にそうですよね。そうなんです。どれぐらいの頻度であの洗車をした方がいいんですかね？特にあの潮風が吹いてる翌日とかは確実に洗っていただきたいのと、まあ1週間に1回程度でいいんじゃないですかね。うん、あの頻繁に洗うとやっぱり
逆に分からんしですね、なんか逆に、うん、あ、そうなんですか。僕頻繁に洗うんですよもう車が大好きだから、やはり、うん、嫌いじゃないと、もう大切に大切にってことなんですね。僕頻繁に洗うのよじゃあゴシゴシしなくて水でちょっと洗うだけでも頻繁だとちょっとあれなんですか。そうですね、水とタオルで濡らしながら、うん、もう拭く程度でいいんじゃないですかね。そうなんです、僕拭くピカいつもね1万円分買うんですよあの12枚入りの1000円のやつ、僕あの思いっきり束にして帰ってね、8台ありますからねだから拭くピカ大変ですよ、ね、8台もあったらメンテナンス大変です ね、 あの売りましょうかなんならお願いします。あ、そうですか。いいの買うでもね、もう本当にこのキャンペーンのね機会にぜひね、あのオートバックスのか、ね、方にね足をお運びいただきたいなと思いますけれども、うんうん、詳しくはまた何かホームページとかにも載ってたりするんですかね。そうですね、あの、うん、今宣伝 CM やってますね。あ、なるほど、はい、うん、CM やってるんですけど、それはあの本土の方の、はい、と一緒の CM なので、はい、新聞の方に一度載せて、うん、はい、新聞のチラシだったりとか、はい、あとテレビ CM の方でまたそれもね、はい、チェックしていただきたいなと思います、うんうん、はい、ね、他に皆さん何か聞きたいこととかありますか。いかがですか。僕ですか。あのあれなんですよ、今度あゆみちゃん僕の車買ってくれませんか今キャンペーン中ですよ、あのアリストっていう車があるんですけどそれ逆でしょ。あ、そうですか。そうですか。いやでもね、あのオートバックスさんってね、あの沖縄オートバックスっていう形でね、あの、まあ、販売店は会社があって、まあ、本部のそのオートバックスっていうのが 本社と、まあ、あの販売してるところと、まあ、あれ一緒なんですかね、まあ、提携してるというか、してるんでしょうけど、やっぱ沖縄独自のそのお店のね中で。これはおすすめだよという商品とかちょっと教えていただきたいんですけど、うん、今はもう一番多いのは今日よけが多いですかね。あ、はい、そうなんですよ、日よけが種類めっちゃあるんですよ。日よけがですね、あの皆さんよく年に1回とかって買われるんですけど、やっぱり消耗品扱いとして、うん、そうなんですよ、持ってた方がいいかもしれない、ね、内地はね全然1回買ったらもう3年でも4年でも持つんです、うん、こっちはね1年でヘラヘラなるんですよね、でいろんな種類あってね、僕ね、あの自分の車に合うやつ一向に探せてないんですよどれかあの1個は短かったりとか1個はでかすくて使えなかったりとか、はい、でもそれぐらい種類が多いから迷いますよね。どれが特におすすめとかってあったりするんですか。そうですね、今はあの浦添しかちょっとないんですけど、うん、あのピンクとか青とか黄色の3色のものをちょっと置いてはいるんですけど、じゃあいろんなカラーバリエーションが、はい、そうですよ、いろいろありますよ。じゃあ車に合わせてね。そうです、僕あの前カーズのあれでしょ、アニメのあのピクサーのアニメの、はいはい、あれカーズの目になるやつ売ってましてね、あれ僕やったらね子供たちが喜んでましたよ、ね、近所の子供たちがあ僕の車をカーズだと言ってね、じゃあそういうのも今あるんですね。すごい、なんか本当にこう紫外線がやっぱり気になるじゃないですか、うん、でこうなんかあのカーフィルムっていうか、ああいうのとかも売ってあるんですか、紫外線カットとか、ああいうのってあるんですか。あの法の改正がありまして、はい、タオルとかかけても今違反で捕まっちゃって罰金になっちゃうんですよ。そうらしいですね。そうなんですか、はい、ですからあの横に昔吸盤でつけてたものがあったじゃないですか、はいはい、ありましたね。もうそれももうダメなので、そういう商品は逆に減っていって、もうカーフィルムが主流になってますね。そうなんですね。あのフィルム貼るのって私みたいなこう武将者は面倒くさくて仕方ないんですけど、貼っていただくことってできるんですか。もう自分で貼った方がいいですか、あれのって。いや、あのフィルムに関しては逆にあの貼らした方がいいですね。そうですね、ああスタッフの感じに、じゃ貼っていただけるんですね。作業してということでやられた方がいいと思います。あ、だいぶ違いますからね。やってたら室内の温度がもうまるっきり違うんで、約3度ぐらい違うって。そうです、違うんですか。じゃあ電気ね、そのこの量とかも ね、エネルギーとかも減らせるからいいですね、まあ、新車の場合はね、あの最初からついてたりとか最初のオプションでつけたりするんですけど、うんうん、やっぱりあの沖縄の方って中古車買うのが多いでしょ、うん、中古車ってついてない車もまあ稀にあったりとかもするんでね、うんうん、まあそういう場合にはね、あのまあ結構安くできますからね、うん、はい、サイドだけでもそうですね5600円とかなので、そうですね、そうなんですか、運転席だけやるとかね、そういうこともいいかもしれないです、いいですね、特にしかもその女性は車の中でも日焼けとかそういうのも気になったりするんですけど、やはりそれはそのカーフィルムだったりとか、そうすると紫外線はやっぱカットできますけど、暑さはやっぱり気になるんですね、ですからできれば
手袋はまだやっぱりした方が、はい、必要だと思います。あ、なるほど、うん、なるほどですね。涼次さんか何かこれおすすめっていうのあったりします、ね、っていうか新婚生活どうって聞きたい確かにね、今もほやほやですけれどもどうですか、あの新婚生活は。いや、順調に進んでます順調にもうあの完全にちょっとしたいじめになってますけど公共の電波を使ってあの取り付けの時にやっぱり一番苦労するというか、うん、あのここは神経使うなとか、これは大変だなというやっぱりタイヤ交換ですか。一番はオーディオ取り付けとかはもうすぐお客様に見えるところにつけるので、ああ気使うわけですね。とてつもなく気は使ってます。丁寧にしてるもんね、いつもね。ぜひあのあゆみちゃんとかも、はい、ぜひ牧港店で何か、はい、つけていただいて、ぜひオートバックス行くときはもう牧港店行きたいと思いますよね、はい、なんかやっぱりいいですね、この感じがね。また店長さんとこのスタッフ、うん、ですね、ね、やはり皆さんもチームワークというか、うんうんうん、あれなんか一瞬間がありましたけど、なんか仲悪いことあんの仲悪くはないですけどそう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 、仲悪くはない、ね、ただ怖がられてるのあると思います。ああやっぱりね、はい、あそうなんですか。え、店長さん怖いですか、料理さん普段はフレンドリーなんですけど、うんうん、やっぱり何か粗相した時とかはもうお叱りがそうです、きついお叱りがね、わ、うん、かる、うん、でもなんか私お店に1回2回ちょっとあの用事があって行かせていただいたことがあるんですけど、すごいなんかスタッフの方が本当なんかあのフットワーク軽く、ね、なんかもう本当にテキパキとされていて、特に今の時期暑いじゃないですか。でももう本当に一生懸命皆さん動いてあって、なんかもう本当にチームワークがめちゃめちゃいいなっていうのは本当に見ていて感じたんですけど、なんかあの相談したくなります、私もついつい。なるほど、じゃあすぐ声をかけやすい雰囲気というか、う、うん、結構年齢層も若いくないですか、うん、結構若いですね、下は16歳から、うん、いますので、あの高校生でもあのパートとして今あの雇ってまして。お店に来る方ってなんか主にどういう方が多いんですか、メンテナンスが多いんですか、それとも例えばカーアクセサリーとかこういうのつけたいこういうのつけたいとかで来られる方が多いんですか。逆に今メンテナンスが多いかもしれないですね。ああ時期的なものですか、はい、まあ、メンテナンスは重要やからね、車を長くねの、大事に乗ろうと思ったらメンテナンスがね一番なんでね。よかったですね、はい、うんうん、まあ、よくわかりましたね、はい、本当に勉強になりました、うん、あのあれなんですよ、実は、まあ後で言うんですけど、軽く言うんですけど、あの車とね、あの音楽の情報番組をちょっと、うん、僕がまた別の、うん、曜日にしようと思ってまして、その時にあの涼次君の方に、はい、まあ、あのぜひ毎週でも来ていただいて、その車の良さとか取り付け方法だとか、あ、車の特性なんかも教えてもらおうと思ってますんでね、うん、はい、まずぜひ、いらしていただきたいなと思っておりますんで、はい、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、オートバックスニューマチナト店から店長の奥浜正彦さんと、そして久保田涼次さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の歌どないすんの、ね何かあの店長、店長そうおすすめのリクエストあります、うん、好きな曲とか。私あまり歌聞かなくてですね、はい、あの唯一カラオケで歌えるのが雪国なんですよ。よし行くぞな、渋いな。夏真っ只中沖縄で雪国いいでしょ、うん、いいですね。逆にね、 あるみたいですね、はい、ではよし行くぞさんで雪国。ありがとうございました。すごい雪国ですごい。雪国しか、いや5年くらいですわ。すごい雪国やな、雪国だ。しかもこんなに暑いこんなに日差しがある中で日差しが暑い時に雪国一番ありがとうございました、本当に。ありがとうございます、ね、雪国しか歌えないなぜかというと SS で働いてる時に有線でずっと流れてた。あ雪国が、そうなんだ。いつもあ、どうも。スタジオ破壊しそうやな。
俺 FM 芸案で雪国初めて書かないかな、うん、そうかもしれないですね。雪国なかなか書けない。すごいな、やっぱり店長すごいね、うん、ここで雪国のリスペース。でもさすが、うん、もうね、本当いろいろと答えていただいて、うん、そうそうそう、スムーズにありがとうございました。ありがとうございます。とりあえず領事行ってきますよ。慣れですから、慣れですからね、うん、次どうする、前のやつ、ね、流れ取ったやつとかあったかな、なんかあったかな、前で流れたやつどんなの、何分ぐらいに開けますかね、大体。48分ぐらいから。48分ぐらい。あと4分ぐらいですね。だから、残り8分ぐらいあるんですが、うん、告知は、告知でいきますか、告知は、ゆっくり告知します。5分ぐらい。どうしよう。あ、普通にメールとか持ってないの、そうなんですね、うん、じゃあ、告知したり、あと得意、うん、本当にカラオケ行かないの、どうなんですか、カラオケ行かないの、ほとんど歌わないでもこれ、唯一これ歌うって言ってもかなり難しくないですか、この歌も、そうや、ね、すごい、これが歌えるってすごいですね、声は高いですよ、すごいじゃあそのカラオケの話から少しカラオケの話をあしてからの、じゃあ音楽をやりましょう、告知しましょうかね、あ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 、暑いですね、めっちゃ暑いもんな、これか。あの、オラ東京さ行くだ思い出すからな。オラこんなもんないよ。カラオケの、あ、カラオケのことか、うん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 。歌の話をして、で得意なあれに少し絡めて。ああ、はいはいはい。でそれで、ね、最後に、これは何分までに話終わる感じですか、最後。最後にまた大きには何分見ればいいんですか、まあ、普通の56分ぐらいかな、56、うん、56ぐらいの大きに言ったらいい、うん、大きに、あのあれやね、10年順番にこう、あやらやみと、うん、あ逆転で、うん、ね、あー D でしたと、うん、なじゃあ大きに、うん、じゃあそれが56分、うん、了解、あそこに最後のカウントダウンで、うん、熱唱やな、どっち行くぞすごいな、多分少しは運転涼しくなったんじゃないですかね、はい、そうそうそう、気持ちがね、この間これで相続の話でこれでさなるほど、もう漫画やね、面白い、なるほど、ちゃんと赤道ラーメン CM って出ねえな、10秒前です、はい、時刻は48分を回りました、なんか雪国ってこの真夏の
水温35度を超えようとしてる時にこの雪国、ね、ちょっと涼しくなりましたね。涼しくなりましたね、このスタジオがね。店長がね、オートバックスの店長がなんかカラオケで唯一この歌を、うん、あの歌われるということで、うん、ね、素晴らしいんですけど、あゆみちゃん結構安室奈美恵とかいろいろいつも歌いはりますな。す、ね、やっぱり沖縄のね、うん、この歌も歌いますし、沖縄の方の HY さんとか、ね、あとモンパチとかも歌いますし、もう堂々と歌うもんね。もうマイクの持ち方がもう慣れたもんでね。あの一生懸命歌われまして、僕はいつもいいんですよ、ね、よしえちゃんも結構歌うしね。私も結構カラオケ好きですね。そう、2人ね、みんなでこの間、ね、そうそう、ちょっと某カラオケボックスに行きましたけど、終わってから急に勢いで行きましたけど、2人なんか並んで同じようにこうデュエットしてて、カラオケだったけど、まあ、同じ年なので結構 ね、気が合うね、やっぱり、うん、一緒で、うんうん、すごいね、うん、でも、うん、結構得意ですよね、カラオケ。そんなことないですよ。私その時月曜日行ったじゃないですか、うんうん、金曜日も行きましたからね。どんだけ好きやねん、カラオケ。週に2回ぐらいカラオケに行っているっていう。あ、そうな、そうなんだ。カラオケ好きやね。好きですね、うん、やっぱストレス発散になりますね。あ、なるなるなる、うん、え、ストレスあるんですか。ストレスあるのかな。勝手にあるかもしれない。あ、そう、なんか悩み相談中です。熱唱することでね、気持ちよくなるっていう、ね、D の声聞いてみたいけどな、一回な、うん、まあユーミンだけしか歌えないということで、うん、聞いても、まあ他のも歌えるんですけど、うん、まあ、ユーミンかなっていう、うん、はい、確かにヨナミネ D は声が高いから、そう、歌えそうじゃん。女性の曲とか歌えそうですよね、うんうんうん、歌えるやろ、まあ、確かに女性のアーティストの、まあ、多くはないんですけど、うんうん、まあ、ユーミンさんもちょっと声が逆に女性にしては低いじゃないですか。あ、そうそうそう、なので歌いやすいかもしれないですね。なるほどね、はい。台湾の曲とかは歌わないんですか、ちなみに。一応歌え、空気読んで歌うときと歌わないときあります。ちょっと待って、はい、台湾の曲を歌う空気ってどんな空気。あの、歌ってもよろしそうな人だと歌うんです。気の置けない仲間とだったら、はい、歌っていいよとか歌ってとかってやったら歌うんですけど、率先しては入れないかなっていう。でも私も気の置けない仲間とだったらたまに台湾の曲もあります。あ、そうなの、すごい。スンエンツーさんのだからあのなマニアックやねん最近。それ誰誰結構有名な曲歌、ね、あんの？わかります。感じどんなですか？孫に、はい、つばあの姿つばめに。すっげえマニアックや。ちょっと前のアーティストです。なんかここは台湾情報バラエティの番組ではございませんよ。いや僕はあれよ、あの台湾の人って僕時々歌うけどラップとかあんの？曲とかラップみたいな曲ありますよ、はい、あんの。いやこの間さなんか、はい、あの D の番組でさ、はい、なんかラップやってたやつ来てたよね。あ、はいはいはい、あの方は普通に沖縄の人であるんですけど、自己紹介言ってさ、うん、俺はなんとかのとかでも言うてきてさ、なんかおお、なんじゃこれみたいな感じで、な、台湾の大学なんか行かれてたんやな、はい、日本人の人、沖縄の人。あ、沖縄の人です。あ、ほんまに、はい、あ、そうなんだ。まあね、ね、僕はなんか 俺も行こうかなみたいな、一緒にやろうかなと思いましたけどね。なあ、僕結構ラップいけるでしょ。ラップ めちゃくちゃ上手なんですよ、ね、まあ、ラッパちゃうぞ。ラッパやぞ。ほんまに上手、うん、すごいですよ、ね、こんなにラップを歌う40代、うん、私は初めて。そうそう、40言うの余計やね、30言うとね。まあまあ、エンディングの、ね、曲が流れてきました、ね、流れてきましたけど、はいはいね、前回ね、あかん、あかんというね、この日本のあれなんですけど、はい、あのね、ちょっと先ほどもちょろっと言ったんですけど、はい、火曜日のですね、うん、10時からですね、はい、ちょっとこの横のにいらっしゃる、はい、よしえさんと、はい、あと D と、はい、なので、ちょっと車と音楽の番組をね、うん、ちょっと始めようかなと、はい、うん、まあ来週か再来週からスタートすると思うんですけど、うんうんうん、そうですね、まあそれまたよかったらぜひ聞いていただいて、うん、そうですね、と思いましてね、うん、番宣でございます。来週の火曜日の何時でございますか。火曜日の夜の10時からでございます。10時から、夜も更けるとね、はい、10時ぐらいになるとね、もうすごい下ネタとかがね飛び交ってですね、もう、そうそう、はい、D が興奮しだすかもしれないですけどね。大人の時間ね、はいはい、タイトルはあの仮、今仮なんですけど、はい、ナイトガレージということでね。なるほど、はい、夜のガレージ、ガレージです。僕が店長になってですね、です、彼女が副店長で、そうです、で彼があのイニシャル D という。
なんでドリフトしとんねん。あの髪の毛がドリフトしてますからね、あの刈り上げでね、だからあのイニシャル E ということでね、はい、それで名前を変えてやってみようかなと思っておりましてね、あゆみちゃんが夜ダメということでね、シンデレラなのでね、シンデレラタイムなのね、シンデレラタイムなのね、9時以降はちょっとあれということで、家ではゴールデンタイムなんです、旦那さんとゴールデンタイムなんですけどね、旦那さんとの時間も大切に、そうですそうです、大人の時間という、お時間です。で、最近あのゲストで来られた涼次さんも、ね、そうですそうです、来ていただいて、車のね事情とか、うん、取り付けとか、うん、今おすすめのねカーナビとか、うん、それつけたらどうやったろうとかね、そういうのをね、まあガレージみたいなところにね、うん、やれたらいいかな、あとねこの番組僕前から約束してましたけど、ちょっと外出張してあの茶壇の浜辺かなんか で、 そうです、ね、あの公開放送というかね、恥ずかしめというか、お出かけ出張みたいな、そうだ、楽しそう、お出かけ出張ですね、うん、したいなと思っておりますので、それもね、はい、またその時にねお伝えしたいなと思います、そうそうそう、はい、で、あとはね、うん、ドライブでかけたい音楽とかもね、そうなんですよ、入れつつ、そうですよ、どんな音楽聴いてますか、あゆみちゃんは車の中で今ね、うん、ちょっと壊れちゃってて、壊れかけのレイディオ壊れてるやつ、そう、壊れてる、ほんまに壊れてるやつや、今お下がりで車もらったんですが、そのもらった時からもう壊れてたって、だから車買いや、今もう売ってるからいい車、オートバックス一回ももうちょっと聞いてなくて、あ、そうな、もうラジオオンリーな感じですね、なるほど、そうですか、ぜひ、ね、オートバックスで、うん、本当ですね、はい、もう、はい、ぜひちょっとメンテナンスの方をしていただきたいなと思いますので、そうですね、このキャンペーンにね、はい、はい、D は、D はあのどうなの、車の中ですか、うんうん、何聞いてんの、あかん聞いてるやろ、まあ、いやめてこの歌好きやろいやまあまあ言わなくてもあれかもしれないですけど、台湾の音楽です、あ、そうなの、はい、ブレない、トンチャンチンチンみたいな感じ、トントンチン、まあ、それ香港ですね、それ香港要はあるやん、ニュアンス伝わる、伝われる、あ、そうなんや、言葉とかわかるの、いや、ほとんどわかんないです、あれそんな、はい、そ、情報番組やってるんじゃないの、いや、まあ情報は、はい、だけを発信してるだけで、はいはい、言葉は知らんと、はい、なんたるかいい加減な番組雰囲気はね、雰囲気を伝える番組ですね、はいはい、うん、いい感じ、うん、はい、ではね、はい、もうお時間となってまいりました、うん、そうですね、早かったですね、今日もね、今日のね、うん、キャプテンにマカチョウケはこちらで失礼したいと思います、はい、そうですね、最近ね僕がマカチョウケって感じじゃないんですけど、皆さんに任せきりになってますいやいやいやね、はい、まあ、お相手はやらあゆみと、あなたのハートを今日もキャッチできましたかね、キャプテンでございます、ディレクターの D でした、はい、と、ゲストの、はい、菅義偉様でございました、ありがとうございます、敬っていただいてありがとうございます、では最後に行きましょうか、はい、それではせーの、おおきに。ありがとうございます、ありがとうございます、決まったな